2020年9月おすすめ映画、クリストファー・ノーランのテネットがいよいよ公開されます。私はもう見ています。テネットも楽しみですが、他にハリウッドの娯楽作品が来ないので、アート系ミニシアター系の掘り出し物が公開されます。去年の映画祭などで好きだった映画が続々来ます。公開日順にご紹介します。9月4日ミッドナインティーズ、1990年代のロサンゼルスの13歳の話です。スマートフォンのなかった時代で、ゲームと音楽とスケートボードの世界です。スーパーバッドや 21st ジャンプストリートのコメディ俳優ジョナ・ヒルの初監督作品です。ご自分の経験が元になっているので、親密なドキュメンタリーのような映画です。この13歳の少年の視点から撮っています。お兄さんに憧れているのですが、拒否され暴力まで受ける。それでスケートボードのクールな仲間に入っていきます。そこで居場所を見つけるのですが、内外に闘争があり、危険や悪の道を匂わせます。90年代の音楽にあふれたビッタースイートのノスタルジックな映画です。9月18日マーティン・エデン、ニューヨーク映画祭で嬉しい発見でした。20世紀初頭のアメリカの作家、野生の叫び声などで有名なジャック・ロンドンの自伝的小説の映画化です。アメリカの小説をイタリアで映画化しているので、これはどういうことかとあまり期待していなかったのですが、良かったです。ジャック・ロンドンもエドガー・アラン・ポーのようにアメリカよりヨーロッパで評価が高いので、考えてみればイタリアで映画化というのも納得できます。映画はイタリアにうまく舞台が移されていて美しいです。主演のルカ・マリネーリがハンサムです。若きホアキン・フェニックスを思わせる怒りと狂気があります。ベネチア映画祭で主演男優賞を取りました。船乗りの男が貴族の娘に出会い、文学に目覚め、自己流に作家修行をするところから始まります。映画はこの創造のプロセスと社会階級の依然と政治思想の幻滅を描いています。しかしこの人物と思想を描ききっていないです。原作を読んでないので、これが原作の問題か脚色の問題か分かりませんが、彼はなぜだかいつも怒っていて、映画が進むにつれてこの男が嫌いになります。哲学者ハーバート・スペンサーの適者生存理論のように、優秀な個人を人民の上だと考えています。この主人公が人生に幻滅するのと同じように、私は映画に幻滅しました。もう少しで傑作になるのに残念でした。9月18日テネット、クリストファー・ノーランは子供時代からジェームス・ボンド、007が好きで、ああいうスケールの大きいスペクタクルを撮りたかったそうです。この映画はノーランの夢を実現しています。ノーランは私たちをいつも驚かせます。映画で今まで経験したことのない経験をさせてくれます。バディ映画で脚本もノーランですが、二人のやりとりも悪くないし、ユーモアもあるし、ロバート・パティンソンとジョン・デイビッド・ワシントンの相性もいいです。ジョン・デイビッド・ワシントンと女性との関係はちっとも色気がなかったですが、パティンソンとの方とは色気がありました。スパイ映画に時間の逆行が入ってきて、ノーランのしているのは驚くべきオリジナルな着想と映画です。私はまだよく理解できていません。一昨日見てから考え続けていますが、ますます混乱しています。映画の最初のところである人物が言っています。考えるな、feel it、感じろ。とにかくあんまり考えずに経験と思って、どっぷり映画に浸かって、今まで見たことのない映画体験をお楽しみください。007シリーズで黒人のジェームス・ボンドを登場させるアイデアがあったのですが、結局実現されませんでした。このテネットで黒人のジェームス・ボンドが実現しました。主演の3人はユニークなカリスマ性があります。クリストファー・ノーランのうち一番クールな映画です。9月19日ビタリーナ、ロカンヌ映画祭で作品賞、主演女優賞を取りました。
バンダの部屋のペドロ・コスタ監督です。ドキュメンタリーとフィクションを混ぜたドキュフィクションです。主演のヴィタリーナを本人が演じています。演じているというか、監督が彼女のアパートに1年間毎日通い続けて撮り続けたドキュメンタリーを編集したものです。執念の映画です。ヴィタリーナは圧倒たる存在感で主演女優賞を取りました。彼女の夫はアフリカからポルトガルに出稼ぎに行きます。連絡がないままヴィタリーナは40年間待ち続けます。そして帰得という連絡があり、ポルトガルに行きますが間に合わず、葬式にも間に合いません。ヴィタリーナはアフリカに帰らず夫のアパートに留まります。リスボンの移民の住む貧民街、ほぼ廃墟です。彼女は待ち続けた40年、夫への恨み、愛情を思います。夫にできなかった質問をします。撮影は自然光で撮っていて、廃墟の奥の薄暗さ、夜の明かりと影があります。ゴヤかエルグレゴの絵画のようです。静謐で質素で夢のようです。神話の悲劇性があります。人間の経験と意識に対する深い洞察をしています。またそれを表現する方法も模索しています。芸術の高みまで行っています。ロカルネガ祭でコスタ監督とお話しする機会があったのですが、その時監督のことを知らなかったのですね。試写会の直後で映画に圧倒されていたのもあり、ありきたりの褒め言葉しか言えなかったのが残念です。授賞式の前の個人的なお祝いにお招きいただきました。クリストファー・ノーランについてはまたいくつか動画を作る予定です。ベスト10、思想やテクニックなどお話ししたいと思います。9月はノーラン尽くしになりそうです。久しぶりに IMAX のテネットは良かったです。やはり新作は興奮します。テネットを限りにワンダーウーマン、ブラックウィドウ、007も上映されるようでワクワクします。公開日の前日、毎週木曜日に新作をレビューしています。レビューしてない新作もツイッターでコメントしています。不定期動画もあります。登録どうぞよろしくお願いします。